のの Hello everybody, this is Kaz u e k a w a 英語のどの人で、えー、今日も、えー、シラブル、英語の学習におけるシラブルの重要性。えー、シラブルは、まあ、聞き取りができるようになるにも大切なんですけども、えー、もう一つ大切な、ありますですね、えー。英語ではもう一つのシラブルで意味を形成していることが多いんですね。例えば、I。これはまあ、I。 はい、これだけでも私はという意味があるんですねところが日本語では,わたしはですか4つシラブル、まあ、4つありますけどもわだけでは意味がないですよねここまで待って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 ここで初めて意味が完結完結というか意味をなすわけですねところが英語ではものすごい速いスピードでもう「あい」だけで完結してしまいます l Love。まあ、つどりにしたら1,2,3,4ですけども、まあ、こんな感じですかな、ね。love。love。これでもう、愛してますという意味で、ほんで、you と。だからもう、i、バンの,のリズムでもう意味が、一つの意味があるんですね。で、これからこの違いに気づかないと、弊害がありまして、日本人の人が特にあの、英語を喋るのもう長い間やってる人はですね、ものすごい早く喋ってしまうと。ね それが、一つはちょっと障害になっていて。なんでかというと、例えば、例えばって言ったときに、一個だけ、ただけでは意味をなさないので、もう、パッとここ、長めのものを言ってしまって意味をなすという、この言語感がついているものだから、例えば、I'm, I'm going to ということなんかを言うときに、I'm going to, I'm going to ってすぐ言っちゃう。例えば、え、まあ、あるいは、Where are you from っ言ったら、Where are you from っ言ったら、I'm from ですけども、 I'm from! って、早く言ってしまうんですね。それは一つには、あの、英語が、聞き取りが難しいという感覚があって、そしたら英語が早く聞こえると。そしたら自分も早く喋らなきゃいけないという感覚になってるかもしれないんですけども、英語というのは I、I! で、これでもうすごい重要な意味になこれだけでもう意味なので、それ一つ一つに、なんていうか、意味を込める。感情を込めるということをしてみてください。本当に、I! と思って、I am! ね、I! えっと、その時に、まあ、意味と感情は同じようなものだと思うんですよね、えー。例えば、飲めってた時に、まあ、飲みやがれというのは意味、感情を込めて意味を言ってると。その意味と、まあ、感情は同じようなものだと、えー、考えていただいて、えー、それで一つ一つね、えー。例えば、それ、もう一つ、その日本人がわかりにくい点で、熟語として覚えてるでしょ、う表現を。例えば、for example、ね。 例えばっていうね、熟語として覚えてるもんだから、それは一気に言ってしまう。でも実際は、for っていうのは何々のために。example, 例だから別に、これ熟語って言っても分解してもいいわけですね。例えば、for you, for you. あなたのためにと for example, for は同じですから。この意味伝わりにくいかもしれないですけども、熟語っていうのはまあない,ないんですよね。まあだ、そもそも。ただ、 もちろんネイティブだってまあ,あるとは思っていますけども、えー、例えば、to tell the truth。確かに、to tell you the truth とかってよく言うので、これがものすごい熟語と思うかもしれないし、日本語で言ったら実はと。でも、to tell you the truth, to tell the truth と to ride a bike 同じなんですよね。別に、ちょっと伝わりにくいんですけども日、本日,本日本語のように、 もう、えー、実はみたいな、その、その、なんていうかな、これ全部覚えなきゃいけないということじゃなくて、一個一個、もうその意味があるわけですよ。to tell.to は、to ですよね。tell 話す。the その真実。to tell the truth ね。というわけで、英語のいわゆるフレーズというのは、日本語ほどもう固まってはいないということです。えー、だから、英語を喋るときに、一個一個の調べるを大切にね。 一個一個言うんです、ね。I, uh, I, will, I will like you to、uh, speak English slowly and then try to put your meaning and emotion to each one of the syllables that you are using.、ね、最初に、I would like would like to. なんても日本人の人は言ってものすごい早く。I would like to! 言って、I would.、ね、would は would の意味があるわけですからね、えー。じゃあその練習としてどうするかということですね。あの歌をぜひ。 ね、覚えてほしいんですけども、例えば、えー、課題曲として Amazing Grace というやつがあ,ありますね。Amazing Grace, how sweet the sound というのがありますね、えー。アラン・ジャクソンさんの Amazing Grace で練習していただきたいんですけども、その一個一個のシラブルに魂を込めるといいますからですね。Amazing Grace。Grace って長いですけど、これ1シラブルなんですね。それに、 えー、この中に、えー、意味を込める。で、意味を込めると、あとこの中で欲揚があるわけですね。grace, grace ね。あれは m a z i アン、アンが一個ですね。アン、それから m a z i n ィング、grace このシラブの中の一つ一つの欲揚を、ま、ああのメロディーっていうんですかね。これを大切に、えー、歌う練習をしてみると、えー、その、 感情が、この欲揚となり、grace,grace grace。感情が欲揚に伝わって、えー、うまく歌えるようになると、聞くときにもよく聞こえるようになります。というわけで、amazing grace をやっていただけないです、えー。ちょっと一行分だけ言ってみましょう。amazing grace.how sweet the sound, sound. ね、そんな感じです。一つ一つ意味を込めると同時に抑揚というか深みをねうねりを加えてください。